皆さんこんこにちは道端子でございます本日は明日の一般質問の準備をしております。ほぼ打ち合わせもできた内容で仕上がっております。まあ一般質問の内容ねちょっと今日はご説明したいなと思っています。あちなみに私のアニメーションいかがでしょうかこれは iPhone のメッセージ機能を使っています。えー、ぜひね あのこんなものテストしてみたらいいかなと思ってやっております、えー、まず一般質問の内容少しだけご説明させていただきますまず内容はですね県名一持続可能なまちづくりのための行財政市政運営について問うという内容です要旨一 AI RPA ロボスティックプロセスオートメーション等を活用した 自治体業務の効率化や働き方改革について、これが要旨1です。要旨2、今後の行財政のデジタル化の取り組みについて、これが要旨2。そして要旨3が、コロナ禍における SDGs、いわゆる持続可能な開発目標への取り組みについて、これが要旨3。懸命に安心して子どもたちを育てられる、 環境の整備について伺う。吉一、i c t 教育化の推進ギガスクール構想の進捗状況取り組みについてこれが懸命2でございます。よし2河内長野の再生と地域課題の解決について問う吉一、これ主に新型コロナウイルスですけど新型コロナウイルスの感染症対策について。 これは3月議会でも取り上げましたさらに、えー、今緊急事態宣言が解除されてその後の施策について聞いていきたいなと思いますよし1新型コロナウイルスの感染症対策について伺う一、新型コロナウイルス感染症の第二波第二波第三波への対策について GoTo キャンペーン事業 いわゆるその地域経済の再生市内消費の促進する仕組みについて3番目学校再開後の学習支援不登校対策学校行事について4番目財政の影響について5番目今後の事業の見直し市内イベントシティマラソン等についてですねあと独自の追加支援策がまだあるのかどうか。 で6番目マイナンバーカードの課題について、えー、ポイントキャッシュカンペーンが6月30日で終わります、えー、その後マイナポイントとかね今予約が始まってるんですけどその予約状況とか今後どのようになっていくのかというのを伺っていきたいなと思います7番目生活保護の申請についてです、まあ、これ件数が増えてるかどうかという形でですね 聞いていきたいなと思います。まあ、個人で受け取るお金っていうのは生活保護であったり、えー、住居の確保給付金。それから緊急小口資金の特例貸付という形なんですけど、その貸付とかの件数が増えてるのかどうかっていうのを指標にしてもらいたいなと思っております。まあ、今回の趣旨としては、まあ、まあ、いろんなテクノロジーが進化する中で、まあ,あの若い理事者の方もたくさんいてるんで。 そういういことに恐れを持たずにね挑戦する気持ちでねテクノロジーを使って姿勢を前進させてもらったらなと思っております。まあそれによってね河内長野を含めてアフターコロナの将来像を自治体のね将来像をしっかり見つめて、えー、自治体運用をやっていただきたいというのが今回の趣旨です。はいというので今詰めております。えー、明日2時 50分から、えー、登壇しますんで、インターネットでもまた後日ね見ていただけるかと思いますけどもしご時間のある方は是非、えー、本会議場でバッチリコロナ対策もしておりますんでマスク忘れずに来ていただければなと思います。ではままたお会いしましょう。